ポッドキャスト番組「すすきのにエールを」株式会社 APR グループ代表取締役青木康明です株式会社 APR グループは現在グループ7社ですすきのを中心に飲食店など40事業所を経営しすすきのから北海道を元気にしていけるよう邁進しておりますこの番組「すすきのにエールを」では毎回ゲストをお招きしその人についてそしてすすきのについてのトークを配信していきます 今回は株式会社三号公務店代表取締役田中博之さんにお越しいただきました。田中さんよろしくお願いいたします。お願いします。<laughs> あのー、この番組ですね、すすきのにエールをという番組なんで、このすすきのエールという私たちが作っているクラフトビールをですね、飲みながらこうすすきについてし話していくというような番組になってますんで、はい、まずはじゃあ乾杯させていただいてもよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。お願いします。どうあ、いいですね。ありがとうございます。の田中さんにもですね、すすきのエールプロジェクト第1弾、そして第2弾とですね、たくさんすすきのエールプロジェクトにご支援いただきまして、おかげさまであのすすきのクラフトビール今作らせていただいてます。生まれてます。いや、と思います。懐かしいですね。はい、もうそれね、本当に逆に僕ら出会う前、出会ってからぐらい。うん。まあそのコロナ禍ですもんね。初めてお会いさせていただいたのは。 あコロナちょっと前ぐらいじゃないい、ねうん、コロナちょっと前ぐらいに初めてお会いさせていただいて、はい、ジンギスカンエゾヤであそうだわねあそうだわ安藤さんの紹介であよく覚えてるね3人で食べましたねはい迷路会計のいいお店で食べましたよジンギスカンをどうもありがとうございますということでですねまず今回1周目に関してはですね <laughs> まああの本当に札幌北海道ではね知っている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど田中さんが経営する産後工務店さんについてちょっとお伺いしていきたいなと思います まず知らない方もいらっしゃると思うんで、こう産後工務店さん自体がどんな会社さんで何をしているかというのを教えていただければと思います、はいはい、もう大丈夫、大丈夫この硬い感じの夫務店来て大丈夫なの、いやいやいや、もう大丈夫ですよ、そんな工務店な感じじゃないですよね。 はいよろしくお願いします,いしますはい,あう,いすうちのなに事業ないよねそうそうどんな会社さんかっていうところ、はい、あまああのうちあの今創業六十六年かなって札幌の北区で、うんえー、僕のね祖父が創業しまして住宅のもともと建築から始まってまあ 大工の僧領から始まった会社なんですけど、えー、住宅をやり、はいえー、商業木造建築をやり、はいえー、宿泊をやり飲食店をやりみたいな形で今暮らしに関わるビジネスで、えーまあ、札幌を元気に北海道元気にしたいなと思って今やらせていただいているっていうのがもう<ー>ざっくりとしたうちの会社の<ー>、えー、形でございますすごい分かりやすい暮らしを豊かに暮らしを豊かにおおまああの僕ら消費者が一番目に触れるとこで言うと <laughs> 家を建てるときの選択肢であったり本当に商業施設さんでいうとあれですよねエスコンフィールドさんのそうザ・ロッチとかオルパとかは全部設計施工でやらせていただいてるで、はい、そうですねもう去年話題になった北広島エスコンフィールドさんでいうとそこをサンゴコンビテさんが手がけられたり、はい、知らないうちにみんな入ってくれてるかもしれないあとあれじゃないですかあそこめちゃくちゃ有名じゃないですかその、えー、と飲食店飲食店,、ね、飲食店事業

15年ぐらいかなあっ15年前27でちょっと札幌に戻ってきたんでそこからですねなので逆にその戻られる前は何やってたんですかえーとフードコンサルティング会社でちょっと東京の方で働いてましたあじゃあ東京から戻ってきたと、はい、いうことでそうなんですよあそうなんですね、はい、全くその住宅とかとは関係ないフードコンサルティング会社にお勤め そうですもともとコックだったし立ち上げにもこう寝ないで働いてたみたいなところからの家ですね <laughs> あそうなんですか、はい、じゃあもう全く家業に関わる気は毛頭なかったなかったです、うん、<laughs> 飲食業で一国一地の主になるっていうようなのが僕の夢だったんで、まあ、今もだから飲食のね知り合い結構多かったりいやそうですよねはいあおかげさまでそういうことなんですねじゃあ逆に田中さんが会社に戻ってい今までなかった飲食事業を作ってきた 飲食やり始めたきっかけっていうのも、うん、確かにから僕ら家づくりする時にしか工務店とかハウスメーカーって探してもらえなくて、はい、名だったるハウスメーカーやとか有名なとこいる中で、うん、僕らのとこにんかねたどり着かないわけですよなかなか。したらちょっとその知る前に何とか知ってもらうきっかけないかなと思っててもともとやりたかったカフェを、えー、ちょっと自分で起業してやらせていただいて。なるほど それが今のストックっってていうところになってですねあそれはお父さんの会社とは別会社で別ではいあのー、やばいっすね、はい、やばい息子帰ってきたなってなりますよね、まあ、なってたでしょうねあの <laughs> うちのし僕の存在消してましたからね、あのー、社員からあ,れあなた誰ですかみたいになったぐらいだって言っても1 5六6年前に田中さんが会社に戻ってくるまで、はい、お父さんがトップで、はい、まあ円滑に、まあ、事業自体も会社自体も多分きっと本業のね <laughs>、はい、形で回ってたと順調でしたよいうところに 息子飲食店やりだしたわとかき乱しまくってやりましたね、はい、怖いですね <laughs> その息子さんが帰ってきたら <laughs> お父さんとぶつからなかったんですかだっていや最初はぶつからなかったんですけどやっぱりこういろんな事業やっていくにつれて親とだけじゃなくて、うん、え社員とも徐々にやっぱぶつかるようになってきたあいつ大丈夫かとあでも社員さんともぶつかったんですよ、はい、周りの、まあ、同業からも「はい、あの会社どの方向目指してんねん」みたいにやっぱなっちゃいましたよね なるほど田中さんでいうと、3代目ですもんね、代あの世代でいうと。そう代目ああ、それは周りはそうなりますよね。 いやそうです。まあでも今となればそれをやってなかったら非常に厳しかったんで、まあ S コンフィールドもなかったし、今の B2B の商業木造建築もなかったんで、こ、まあの一手が僕にとっては非常に大きいかなというふうに思ってますよね。あ、なるほど。はい、その過去で言うと、こう住宅をやってる親父さんの会社に戻り、はい、今まで自分が培ってきたその飲食のノウハウを生かして顧客接点を作り、うん、商業あ建,設建築、うん、とかに関わる。はい、逆にこれから 田中さんがこう目指してる方向性どう考えてるのか僕シンプルに聞きたいんですけど、まあ、今どういう方向に行くんですかそのグループとして産後グループさんとしてまあ今一番キャリアやってるのは宿泊事業ですよね、うん、で温度スキー場のとこに3000坪ぐらいの土地を買ったんでそこで、えー、真っ暮らしを全部提案できる場所3000、えー、坪3000坪 <laughs> よくわかんない3000坪がわかんないです多分人生であんま聞いたことないですいやわかんないいやいや違う,違う飲食店であ坪っついこと言わないか僕らは、うん僕らは あのー、僕らここ,のここのすすきのさんの1階でお店やらせてもらってるんですけど、うんはい、51坪<う>60席ぐらいはいはいはい何坪ですか3,000坪いやわかんない借りたことないし借りようと思ったことがないまあそうだよね <laughs> いやいやどれぐらいの大きさなんですかそれ山ってこと、ままあ、小山なんか裏山ぐらい <laughs> <laughs> それは、はいえっと、なんで買おうと思ったんですかまず持ってたわけじゃないですよね 自分たちのこう世界観表現するときにこう街中とかじゃあちょっともうできないなと思って北海道の暮らしを提案するときにちょっと少し人里離れたところで大きいところでこう、はいうん、なんか街並みを作るっていうかこうちっちゃな村を作るっていうか自分たちの世界観を伝えられるようなショーケースを作るみたいなイメージですかね。それもすべて住住宅宅のの事事業業ににメインの住宅事業につながっ まあ住宅だけじゃなくて商業木造建築にも別荘とかビラを建てる事業にも資格事業にも飲食事業も全部え僕たちのいいと思ってるとこを集めるような場所で北海道の暮らしが分かる場所みたいなそんなイメージで今作ってます、うんうん、ここから何分ぐらいで行けるんですかその場所は我々35分ぐらいじゃん高速乗れば今で言うと行ったら、はい、まあ行くとすれば、はい、あの予約して行くっていうような場所ですか、はい 僕らは今はね宿泊棟が2つだけしかないんで、うん、予約していってもらって2つだけしかって宿泊事業ね、うん、なかなかやるの難しいと思うんでそれすごいですけどね一、うん、っとかしね、うん、でこれからはえー、と今年1年かけて残り7棟ぐらい建てていくんであのなんか公園みたいな公のなん 山の中にあるいろんな施設がある誰でも入っていい場所みたいな形で作っていくんで<あ>みんなが来れるように来年からはなりますねあなるほど2025年ぐらいにはそういうようなエリアになっているなってるもんえへ、ー、えそうなんですね、まあ、ちっちゃい観光都市みたいな各観光地でなんか北海道の暮らしってこういうのいいよねみたいなのを体験できる場所泊まれるし見れるし物も売ってるしアトリエもあるしみたいななるほどはい 逆にそれをででやるんんすか田中さんってもちろん企業としては北海道の暮らしを豊かにするっていう,こうビジョンとかミッションのもとをこう打ってる手だと思うんですけど、はいはい、その先に田中さんが何を目指してるんですかいるこここいいのか言っちゃいましょうよいすの北海道の例えば有名建築とか木造でやると例えば誰々さんが来て木造の有名なの建ったからあそこ行ってみようとかってなるじゃないですか。ははい、はい まあ某有名建築家とかいて、はいはい、でもそれって北海道のことをもっと知ってて、うん、それが設計も、まあ、デザインも施工もできるチームと、まあ、チーム3号と組んだら「あチーム3号でやったの?」みたいな「あそこ見に行った方がいいよ」とか「あそこにやりたいね」みたいなチームを作りたいんですよ。でそのためにそういった全部見せれるショールームがつ作りできるとあそこ行けばあ,あ,あいつらの世界観わかるとあいつらに頼もうとでそのあいつらがまたどっかに作ったぞ作ったぞっていうのができれば一緒に組んでくれたクライアントにとってもプラスになるわけですよね。はい そういういいチームになりたいんですよだからもう自分たちでまず先に世界,観を作作世界観を見れる場所を作って見に来てもらうあそうなんですねそんなことを今やりたいと思って今やってますあそうなんですねチーム3号チーム3号いやもちろんその数字の3と5、はい、ね三北35条近くに近、はい、北35条が創業の地なんですよねそう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 合ってます実際今あるのは何条でしたっけ 北そいやいやそここ車のナンバーも3号なんだけどこの宿泊事業自体が山の「5」と書いて3号5広の5広の5なんですだから本当にそれぐらい「3号」っていう言葉自体がこうブランディングとか大事にしてるなっていうのがすごい伝わってくるんですけどそこでみんなに認知してだいて「3号でやったの?」みたいなところに。 今お話を伺ってて「チーム3号」っていうところのフレーズがやっぱりすごい入ってきたんで、はい、こう本当に田中さんがこう描いてる3号グループさんがこう描いていく事業戦略ってこれからの北海道にとってますます楽しみだなと、はい、いうふうにあの勝手に後輩ながら思ってます,あます、はい、ただこうやってゆっくりね今後の話とかって聞かせていただいたことがなかったので僕らも多分なかなかね行、はい、ける、まあ、家をね毎回買うってできないと思うんですけど、うん、こう北35畳近くにある、はい サンゴストックさんグループ系列店舗でいうと南20条の方にあるあれはね今違うところに事業を渡したんです渡したけど創業したのは御社ですよねあそうですああスタカフェねアメ土アメ土カフェおにぎり豚汁が美味しいそう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 いう焼き魚うそ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 うイエそう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 そーそう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 う こうバレーボールチームですね。はい。えっ、ー、と今 V21 ビスイチエとイエ、はい、ロースターズ来てください。はい。そんなイエスタの話も次週で聞きながらですね。はい。本日はですねまず第一週目ということで田中さんがどんな企業で、はいえー、どんなところ目指しているかというのを聞かせていただきました。はい。はい、えー。田中さん本日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。次回はススキノについてと田中さんのイエスタの話もどんどん聞いていこうと思います。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。